市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。市川團十郎さん、私の子なのか。娘の麗華さん、私の子なのかと思うほどに、歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが2日と3日に自身のアメブロを更新。2017年6月に乳がんで亡くなった妻、小林真央さんに似てきたと思う娘、麗華ちゃんの様子を明かしました。2日のブログで團十郎さんは、2人の寝顔、くっついて寝てると寝ている子供たちの姿を公開しつつ、こんな関係でいられるの、そう長くない気もしてきてますとコメント。麗華も今年から中学生と説明し、私も中学2年くらいから親とのバランス変わりましたと振り返り、突然と来るかもしれない子供の変化にぼちぼち父として備えないとならないと綴りました。続けて、いつまでもこうではないと真剣に考え出さないとと述べ、舞台に立ち続けるとそういった細かいことを見落とすので出過ぎるのも反省ですとコメント。全く考えてなかったけど、私の人生もぼちぼち考え始める時期なのかもしれないと自身の思いを明かし、そう感じる温泉の朝と綴りました。3日に更新したブログでは、今日もぴったんこで寝ていますと子供たちの様子を報告し、本当に私の子なのかと思うほどにちゃんとしていますとコメント。おそらく2人ともお母さんの血を受け継いでくれているのでしょう、そんなことも感じていますと述べ、あれから6年と8ヶ月まっすぐ育ってくれて2人に感謝ですと綴りました。その後に更新した帰ろかと題したブログでは、麗華ちゃんの後ろ姿を公開し、ママに似てきたねとコメント。最後に帰ろかと述べ、ブログを締めくくりました。この投稿に読者からは、後ろ姿真央さんそっくりです、大人っぽくなってきましたね、素敵な女性に成長すること間違いなしですねなどの多くのコメントが寄せられていました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。